さあ今日の場所は早いですか。いやあのいやなんでかっていうと、はい、なんでこのちょっと明るいうちにやってるかっていうのもあるじゃないですか、うん、ええー、そうですね。おう、今日は行きますよ。いやでもまあ夜までありますけどね。ありますけどね。おう、うん、夜になりますけれど、なりますけど、でもそういう無駄をやってる場合じゃないからさ。そうそうそう、あの効率的にね、効率的にパン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 行かないと、やらないとお金がないからさ。そうですね、はい、ということで泊まって明日とかいうわけにもいかないんですよ。そうですね、もうあの過密スケジュールですよ。そうそう、出ないとできないんですよ、お金がないからね。先に言っときます、まとめ取りします。あのということでですね、埼玉を飛び出しまして、はいはい、もう埼玉さすがにもうねえからな。もうね、そろそろね、行きたいと思います。栃木、栃木にございますですね、門田稲荷神社という、まあ、神社があるんですよ。縁切り神社ですね、俗に言う、はい、で縁切り神社っていうと皆さんなんかね、あんまりよろしくないようなイメージがありますけど、本来は悪癖であったりだとか、うん、まあ、悪い癖であったりだとか、あ、女遊びとかね、そうそう、あと悪縁、あの、あんまりよろしくない縁を切る、そして良縁を呼び込むっていうね、いう、ちゃんとした神社なんですが、その門田稲荷神社というところは特に、悪縁切りで有名らしくて、なるほど、ね、であまりにも有名すぎて、もうドロ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 結構ね、夜でもね、ライトちゃんとつけてる、まあ、だ夜にも来る、もう来る、夜に来るんだろうな、来るんでしょうね、普通要はカンカンカンっていうのと同じだろ、同じ感覚は、うん、だからよく言われるのはもうそこの絵馬がひどいと、だから明かりをつけてる、そう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 、なるほど。でいやもうだからもう下手したら本当に絵馬のところに極寸機刺してるぐらいの勢い、急にもう絶対そんなとこ当てられるぞ、確実に、確実っていうところらしいので、いや俺が聞いたその心、でも心霊スポットにもなってて若干、はい、俺が聞いたのはなんかもう、なんていうの、女のね、はい、なんかもうプル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 って震えてるようなね、はい、なんかそういうのが見て、はい、やべえって言って、なんか藁人形でも打つんじゃねえかなって言うと、はい、ふっと消えたとかね、はいはい、そういうのは聞きましたよ。なるほどね、そういうのもいるんでしょうね、行きたくねえんだよそういうところで当てられちゃうからさ、ねえ、というぐらいの、もう栃木でも有名というか、今までなんでここ行かなかったのっていう言われるぐらい有名なところなんで、多分明るいからでしょうね。そうですね、昔の僕らは贅沢してますからね。でもまあなんかこういうふうに今明るいうちに行くっていうのは、はい、もしかするとこうやってる人もいるかもしれないし、というのを狙ってるんですが、はい、まあ、今日のガチリーズはちょっと、はい、まあ、心霊スポットって言ったら心霊スポットなんですけど、まあそういうね、なんか変なおかしな女の霊が出れば、はい、それは OK なんだけど、まあそういう人間の業と言いますか、はい、念と言いますか、もう完全に俺は当てられるなという覚悟の上で、頑張っていきたいと思います。ガチリーズ始まりました。まあ、そういうことで今日は明るいところでやるんですが、そうですね、若干ね、いやいや本編は暗いよ、もう多分月頃には暗いでしょうよ当たり前ですよ、ね、まあ、もし暗くなかったらゴルフの練習行く、まあまあそれもねいいかもしれないです、まあ、だいぶその何ですか、その
怨念と言いますか、怨恨と言いますか、うん、最近なんか監督、Facebook がお前を殺すことに来ました荒れておりますけどお前を殺すことに来ました要は、君が買った新作のね、クラブをうちに行ったんですよ、ヤマハインプレス、UD2、はい、あのね、普通俺ピッチングってね、うん、まあ満振りなんかピッチングしないけれども、うん、一応100残り110ヤードぐらい残ってたらピッチングで攻めますよ、うん、130飛ぶんだもんピッチングでそういうクラブなんです。だからあれって言って、130のとこ落ちたよね今、うん、おうほんで8番で150飛ぶんですよ150以上飛ぶんですよどういうことだこれ。だっていや一応打ち合わせでね、事前にいつ行きますかとか電話するんですけど、うんうんうん、ちょうど監督その時に打ち行かれてた時みたいで、そうそうそう、なんかいつもよりちょっと機嫌が悪いんですよ、うん、飛ぶからねおかしいなと思う。でもうこれはいいなと思ったんで、はい、君から奪おうとほんで Facebook でね、君をでもね、もらえばいいじゃんって言って殺してもらうっていうのも手なんだけど、お前を誘拐してファンからもらうっていうのも手だなと思ってファンの人間にこれヨシを殺してほしくなければこれを用意しろって言って書いたのさ。なるほど。一人だけだよ、中古じゃダメでしょうかって言って書いてきたのいやそんなもんですよ僕なんか、うん、所詮僕ですけど一人だけ、あとはね、てんちゃんのファンなんでとか、すいません監督のファンなんでとか言ってみんなそんなもんそんなもん、うん、君は死ぬことになりましたで一人は中古ならなんとかとか言う人がいた、せこいことを言ったんで殺しました別にいいじゃないですか中古。いやいやもう死んでもらうことにしました君は。いやいや持ち回りに使えばいいじゃないですか。だからいやでもね、なんていうのかな、まあそういうギアでなんとかなるんだったらそれはいいんですよね、はい、今一番俺がねこれ痩せたでしょ俺すごくだいぶね痩せだいぶね、うん、でもね体重そんな変わってないんですよ。うん、要は筋肉が増えて、うん、かつ脂肪が落ちてるんですけど、これ薬のおかげなんですよ。はい、うん、なんとこね薬でその体重を下げてるんですね、うん、でもその、まあ代償としてですね、はい、チンチンがいまだに治らないんですよずっと言ってらっしゃるんですね。そうチンチンがすぐその炎症を起こしちゃって、はい、うん、ほんで薬塗ると鎮火性野郎になるやろもうさ、もうどっちだからある程度のところでもう痩せ、もうこっからはもう筋トレとかそういうのでね、はい、下げていかなきゃいけねえなって言ったらもうその薬やめた方がいいんだけど、はい、あれおかしいぞって、その痩せるためじゃなくて糖尿を、うん、予防するために痩せてるんだから、ええ、違うよねって言って、糖尿の疑いがあるんだったら飲むしかないんですよ。まあ、まずねその必要以上のね糖を体から出さないといけない。そうそう、もうチンチンを犠牲にするか、ね、死ぬか、死ぬかどっちかでしょ、どっちか。そしたらね一物犠牲にするだろう。いやもうチンチンがない今俺はもう死を選ぶ。ないことないじゃないですか。いやいや、あるじゃないですか。だから射精行為なりね、うん、そういった姉ちゃんとやれないっていう風になると、はい、もう俺は悪いけど死を選ぶ。いやでもいや使い物に なってないわけじゃないじゃないですか。いやまあでもさ、なかなかそのなんかそういう機会が例えばあったとするじゃない、はい、今できないもん、なんで紳士だもん帰りなさいって言ってなるほど、うん、でそれはおかしいだろういやいいじゃないですか、ね、恥を忍んでバッとこう出せばいい。いやだから恥を忍ぶも何も痛くてできないんだって。あそういうことなんですね。そうなるほどね、別に恥ずかしくないですよ。それは鎮火性野郎でもやる前は洗いますよそれはねマナーとしてね。鎮火性じゃないしね、これ薬のあれだから、はいね、うん、そんなん洗えばいい話じゃん。でも痛いんだもん、ね、あそこまでなんですね。だから炎症を起こしてるから、はい、ね、赤い傷みたいになってるんですよ。なるほど。だそれが痛いんですよ、はい、うん、ね、確かにね。そうほんでちょっと治りかけて調子こくでしょ、ねえ、はい、またなるんですよ本当にさ、今全然人畜無害ですよ僕。いやそれだけの糖が体の中に入ってたってこと。それはあるね、うん、だからもう
絶え間なくおしとおちんちんから砂糖を出してるから俺は。そう。そりゃね、病気にもなるよね。今ドリンクバー状態でしょ。ドリンクバー状態。そう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 。そう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 。うん、甘い甘い。しかも単品じゃないですよね。セットドリンクバー。そうそう。甘い甘いミルクハニーですよ。懐かしいとこ持ってきましたね、まだね。ねえ。びっくりですけど。ギンミバク、ブギバクですよ、ね。神様がくれた甘い甘いミルクハニーです。あの人どこ行ったんですかね、最近見ないですけど。何が？あの、お酒でしたっけ。あ、この前、あの、復活されたじゃないですか。うん、あ、そうなんですか。すっげえひどかったらしいよ。はあ。もう歌えないらしいね。あ、なるほど。だから、その、昔のキーで歌えない。でも昔のキーで歌おうとするんですよ、はい、でも聞けたもんじゃなかったらしいですよ。そんなにキー高くもないでしょあの人。いやでもやっぱりその何自分のキーってあるじゃないですか。あなたがもともとが高いから、ええ、高い音出すのにそんな苦じゃないかもしれないけれど、俺らみたいなパンピーはやっぱり高音っていうのはある程度の訓練をしとかないと、はい、いつも出せるってわけじゃないんですよ。なるほどね。うん、あの人の歌ほぼほぼ地声でなんかわーってやってるよね。あーベイベーネッタナッタンタンっていうね。もうあれ無理ですよ、ね。まあ、そんだけ歌ってなかったんでしょう ね。ああ、だと思いますよ。お金がないからやったんでしょ。なるほど、うん、そういうこと。いざとなるフリッパーズギターやればいいでしょ。あの人でも元々ボンボンでしょ。あ、そうなの、うん、元々ボンボンですよあの人。へえ。別に金に困ってるわけでもないの。でもこの年になったらもう親の金っていうよりも自分の金だからボンボンはあんま関係ないと思うよ。いやでもあの財産はもらってんじゃないですか。それは父ちゃん母ちゃんが死んでからでしょ。まあ確かに。そうそうそう。コネリアス解散、親山田圭吾ももうもうダメなんだからさ、フリッパーズギターやればいいじゃない。ねえ。ねえ、まあ、それが一番いいんじゃないですかね。ますか。どうせクズなんだよ。小山田圭吾。そうなんですね。え？やっぱりそうなんです。だってあのあれでしょ、いじめをインタビューでこんなんやってましたって言って、ちょっと心象者っぽい子にうんことか食わしてたんでしょ。あ、そうなんだ。あいつ、はあ、それ面白おかしくインタビューで答えてたんですよ、はい、もういじめガンガンやってましたみたいな、はあ、もうそうなんですね。そうだからオナニーさしたりとか、はい、そういうのをやっててゲラゲラ笑ってましたっていう、はい、まあガセかなと思ったらちゃんと残ってたから、はい、まあそういう人間のクズだから。なるほどね。でもさ、ファンにとってはどうでもいいんだよね、はい、いやー、親田君そんなことしたんだ、ひどい、キャ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 でしょ。それもどうかと思いますか。いやだって別にそういう音楽じゃないわけで、まあ、なるほどね。だってクズが聴くような音楽でしょ、どうせ。コネリアス、コネリアス、あんまり僕聞いたことないです。テクノのせや、はい、あのクラブとかそういうようなラリリながら聴くようなあれだろ。しょうがないじゃん、クズなんだから。なるほど。いや、聴いてる人はクズとは言ってないよ、ね、やってる人間と音楽がそんな大層な音楽じゃないんだから、しょうがない。俺らがやったらまずいよ、それ。それはね、アウトです。もし俺がインタビューで昔いじめてましたとか言ったら絶対のまでもう解散だよ、もう。解散っていうか消滅です。消滅だよね、もう。なかったことに。なかったことになってるよね、もう。どうしよう、俺将来暴露されたら。折半売れた時にさ、その、実はなんとかの引きこもりだったりさ、そういうなんていうの、うん、その病んだ人たちのカリスマの過去とか言ってさ、なんか過去のなんか俺のまずいことをさ、うわーって書かれるだろ。お前もうどうするよって。鬼畜下道なね。下道な。全部女絡み。全部女柄の暴露。本当に書かれたらどうするよって。気をつけてくださいよ、本当に。え？気をつけてくださいよ。でも、まあキャラ的にはうん、そうだよって言ったら終わりそうな気もするけどな。ごめんごめんっつって。いや、ごめんごめん。まあとか言って、それとこれと何かみたいな感じで言うかもしんないけど。ねえ。まあ大丈夫でしょ。え？まあ大丈夫でしょ。あんまり自信ないね。あ、そうです。うん。やっぱり人間のクズだからさ。大丈夫だと思いますけどね、そんな。まあ、クズはクズなりに頑張りますよ。クズは頑張りますよ、ね。いやー、で、まあ、今この、これが放送してる時は何日？これは、今週の金曜だから、
10日前後ですね。ちょっと10日まで行ってます。日にちちょっと調べてほしい。日にちはですね、8日。あ、そう、久々にカンタラダムスがね、昨日フッと来たんですよ。何ですって？カンタラダムスがフッと、はい、フッと、おう、9っていう数字が頭にバーン出てきたんですよ。9、おう、9だと今月全部、今月が全部と9日、おう、あと19、まあ19は大丈夫だと思うんだけど、おう、9日、9月、ちょっと気をつけた方がいいですよ。ほう、なんかあるんですか？わかんないです。もしかまたあっちから、これ9から10っていう感覚があるんですよ。9から10、うん、だから9月10月っていうのもあるんだけれども、はい、うん、9っていうのがバーンと入ってきたんですよ。 またどこぞから飛んでくるとかじゃないですか？わかんない。あ、北朝鮮、あ、可能性もあるだろうね。この間なんか実験やったんでしょ？核実験ね、うん、やっぱその可能性はなきにしもあらず。ああ、だから9はちょっと9日、明日は気をつけた方がいいですよ、ちょっと。なるほど、それはね、皆さんね。まあ大丈夫ですけどね。どちらですね。いや、本当に危ない時はもっと具体的に見えるもん。なるほど、あの、右で、あの、ブワーンみたいな形で、はい、あ、あるなっていうのがあるんだけど、今回のはようわからんっていうのだからあんまり自信ないんですけど、まあ、うん、具体的に見えた時は本当にすごいです、ね、あるでしょ、ね、あ、なんかあるって言って、ほんで具体的に言うと、その例えば災害があるとか言うじゃない、はっきり、はい、あるじゃない、うん、確かにね、うん、それはでも今回の分かんないんですよ。9っていうのが来た。9、ね、何があるかはあれですけど、うん、まあ多分ないでしょうね。どっちですか？これであったらちょっと俺ゾッとしますね。毎回そう言ってあるから怖いんですよ。え、毎回そう言って、あ、あの、本当に何かしらあるから。いや、今回あんまり自信ないな。そう言っとかないとね、みんなね。何が？戦々恐々として過ごすことになる。というより、そういうよりも、そんなのね、インチキですよ。何そんなの売りにしたら。うん、うちは売りにはしてないですね。うん、売りにしてないけどさ、なんかさ、らしいことになっちゃうじゃん、そんなの。まあね、うん、決して預言者ってわけじゃないですから。あのさ、昨日寝てたんだよ、俺。一日痛いから。言いながら。スーッてやっとね、薬も効いてきて、はい、スーッと寝てたんですよ、はい、うん、マキリンが来て、ちょっとあんたって言って、ちょっと電話出てあげてって言うから、うん、あ、なんだよ、うん、そしたら電話出てきたら、いや、あの平の学校の2つ先輩が、はい、ちょっと助けてほしいって電話してるって、うん、何を助けるんだよ俺が、監督に会ったこともないし、うん、って言ったら、いや、なんか心霊写真があって、もう、まあ前もなんかありましたね、そういうのね、そういうのある、うん、はいって言って、うん、あの、すいません、夜分遅くです、本当にすいません、夜分遅くだよ、本当11時半頃かかってくるんだもん、それも全く知らない人間から、はい、あ、別に構わないけど、どうしたのって言ったら、こうこうこうでって言って、心霊写真が撮れちゃってって言って、うん、で、送りますってパッと見たら、あの、どう考えても工事用の、うん、囲いのやつがこう左に映ってんのよ、はい、うん、なら、いや、これ僕映した時映ってないんですって、うん、そんななかったんです、うん、あ、絶対見間違いだから心配すんなって言って、で、あと帰りもナビでって言って、あの吹上峠ってあるじゃない、はいはいはい、あの、ね、あ、長瀞の方の、はい、うん、あそこから来て、あの、帰ろうと思ったらそこの花園の方まで、そこを通らされたんです、心霊スポットなんで、多分道が混んでたから迂回させたんだと思うよってどういうナビか知んねえけど、ね、そうですかね、ありがとうございました、ホッとしました、あ、いいよって、そここういうのはね、あの、基本的にあのネタにしといてねって言って、うん、ちょっと一回止めてます、ね、はい、すいません、はい、というので、あの、話のネタにしなと、うん、その写真を置いといて、うん、そこは合わせてやるからよって、うん、と、まあそんな感じでね、で、一番怖いのはね、君が俺、その、持って一番、俺のかみさんの電話番号をどこで調べたかだなって言って、
あれ、なんかの表紙に LINE 交換して、うん、LINE 交換したんじゃないわ、電話番号を交換して、うん、あ、だからあれですよ、一回あのお手伝いしたじゃないですか、あの文化祭、うん、あのあそこのその時に連絡先交換してですね。いや違うよ、平。あ、平。平の学校の先輩。ああ、なるほど、ね。だから要は平の連絡も、はいはい、を後輩に後輩から聞いて、タカさんってそういうのをやってる人がいるから、はい、紹介してくんねえかと。ほんならその連絡網がありますからって言って、そっからでも来たんだよ。お前やめてくれって言って。まあ個人情報も減ったくれもないですね。個人情報も減ったくれもねえだろそれって言って。まだ平がね、あの父ちゃんこれって父ちゃんちょっとって言うならわかるんだけど、もうさ、本当にもう薬寝てたのにさ。もうこれでもう後悔したね。え、何かあったら田川さんが。何もやれないしな、俺。悪いけど。じゃあ、何かあった時に、じゃあ、もうどうしようもないね、これ。ほんじゃね、プチって切ってもいいのっていう話だよ。そんなもんだもん。まあね、そうですね。さあ、向こうからしたらあれなんじゃないですか、わらをもすがる思いだったんじゃないですか。そんなのね、たかだかね、俺なんかもう400近くに回ってるわけじゃないですか。400あってさ、その具合が悪くなったっていうのはまああることはあるけれども、はい、確率的にはさ200何分の1ぐらいだと思うよ。まあまあそんなもんですね。そんなさ一発いってドンと、あ、まあ、まあないことはないか、はい、でもそんだけの感受性のある人間がどんだけいるかって話でしょ。まあそれもそうなんだけど、心霊写真だけは本当にやめてほしいんだよね。あの心霊写真は俺全部ノーコメントでインチキって言いますから ね、あの悪いけど否定派ですからね、うん、まあ自分でもほらこれ変だろって言って撮った時は言うけれどね、人がどうですかっていうやつは俺は全部インチキ扱いですからね。はい、ね、まあでも撮った本人からしたら戦々恐々だったんでしょう。まあね、そんなに怖がることはないよ。一番怖いのは本当にね、まあ、生きた人間ですよ。生きた人間っていうよりね、チンチンですよ。チンチンが痛いことが一番怖いよ。使い物に戻ってくれ、治ってくれるんだろうと思うことね。そうそこはね、確かに怖いですね。男という、オスという生き物としてはね、チンチンが痛いのが一番、存在理由を問われますよね。これ右左どっち、右に行ってすぐ左で、チンチンですよ。チンチンが元気ならね、何でもできるよ。なるほど、うん、元気があれば何でもできるよ。いや、チンコがあれば何でもできるよね。ほんと、チンコなかったら何もできないよ。復元が出ましたね、今ね。それ、今言ったの左。復元が出ました、今、うん、真面目な話。いや、でもそれは確かに怖いですね。何が。いや、僕もたまにふっと思う時があるんですけど、おうおう、例えばなんかある日突然交通事故にあって、はいはい、どっかね、 4本のどれかが赤いの、これまっすぐで4本のどれかだから手足どれかが機能しなくなったら、この先ドラマが叩けるのかどうかとか、そうそう、それはあるだろ。そういうのを考えると、うん、夜も眠れない日がたまにあるんですよ。それはちょっと考えすぎるような気もするけれども、まあまあ気持ちは分からんでもないですよ。ねえ、うん、3本目の足がね、真ん中の足がなくなったらね、もちろんだよ。どうなんだろうって。それが動かない方が俺はよっぽど悔しいよ。辛いよ。辛いですよ。何が楽しくて生きていくんだろうと思うね。まあね、一つね、あれですか、快楽を奪われるわけですから、ね、そうこれゲイバーでもやろうかなと思って。なるほど。あ、でもいいかもしれない。いいかもしれないですよ。西大宮あたり何気にお客さん来るかもしれない。なんで結構有名店になるかもしれない。やだよ、もう本当にさ、人生相談なんか一回なんかあったんじゃないですか。何が。一回絶版で店作ろうかみたいな、説教バーみたいな、はあはあはあ、ね、そんな感じでね、なんか人気に出るかもしれないです。いや、どうかな。あそこに行ったらワンワン泣けるみたいな。鬱陶しいな。もうこの頃、もうそういうのは鬱陶しい。
自分で解決してくれって言って。なるほど、うん、まあ、最終的にはそうなるんですよ。もうね、あのそういう説教とかね、先生的なものっていうのはもう嫌なんだよね。ほうほう、あのこの前あの、はい、日野照正のあの事件があるじゃないですか、うん、はい、知ってます？なんか君んとこの近くじゃないの、あれ鴨野くんの近くだったかな、なんか市が、はい、市か区かが、うん、の教育委員会が、はい、毎年主催してて、ミュージシャン日野照正講師に、はい、そのドラムかなんかジャズの、はい、なんかイベントがあったんだって。ほんなら5人ぐらい子供らがガー叩いてて、はい、あの1人やめないんだって、うん、みんな終わってんの演奏が、はい、1人でわー叩いてるから、はい、日野さんが行ってスティック取り上げて、うん、投げて、はい、ほんであのそれでも手でやるから、うん、バチン叩いて、うん、お前いかんしろよみたいな形でやめさせたらしい、はい、その動画を上げた人がいるんですよ、はい、それで大問題になっちゃってる、はあ、うん、体罰だみたいな話で。体罰も下手くれもないですよね。何ですか。いや、そのガキが悪いでしょ。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、うん、例えば爆笑問題の太田とかは、はい、あの日野ってうまさが殴ってそんなのにやめさせなきゃいけないミュージシャンなんて大した音楽家じゃねえとかね、ほう日野ってうまさがって言うんですよ、ほうが太田ごときが太田ごときが所詮芸人が高田が三流芸人がね、はい、うそういうような問題になってるんですよ。は動画あると思いますよ。あ、そうなんですね。あの日野ってうまさ体罰ってやればすぐ出てきますよ動画、ね、YouTube でもなんでも。そんな事件があったんですね、うん、テールのさ、体罰すぐ出てくると思う。そんな体罰でもなんでもないです、説教でしょ。だってそんな結構バコーン言ってましたよいやいや、だって俺だってあれですよ、俺、まあ、僕じゃないですけど、うん、何ですか、あ、これ結構、あだから最初はみんな、はいはい、観客も何かのサプライズだと思ってたんだって、うん、なるほどね、何でもその目はみたいな話で、はい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 、うん、おお、これです、はい、見ました、見ました見ました、これが大問題になってまして、はあ、うん、まあテレビでは、うん、クソ野郎みたいな、クソ野郎じゃないけど、はい、太田なんかは最悪だみたいな、はい、これはまっすぐで、うん、いや、これ日野さん別に悪くないでしょ。はっきり言って、うん、その日野さんぐらいのね、うん、ミュージシャンっていうか演奏するミュージシャン、うん、俺ごときでも、うん、やっぱりそのイベントの途中で、うん、そのなんて演奏を止めるとか、はい、なんかするっていうのがどれだけかっこ悪いかっていうのを知ってるわけですよ、うん、だったらやっちまえっていうのがあるじゃない、はい、どっか、うん、止まるぐらいだったらやっちまえみたいな、それをやってまで やめさせてるっていうことは、うん、どれだけこの子供がひどいことをやってるかっていうことなんですよ。のっぴんきならない状況、そう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 ね、え、そういうのも分かんないで批判してるんですよ。なるほどね、うん、子供に手を挙げたからって、そう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 ね、え、でもともと1年前からずっと仲は良かったらしいんですよ、伊野さんとこの子は、はい、うん、俺親父だと思って、思っていろいろ連絡してこいよみたいな形の仲だったんですよ。信頼関係があるからやるんですよこれ、うん、で多分俺思うんだけど、この子ちょっとだと思うんだよ、はいはい、うん、そのなんていうのかな、だって普通だったらやめるよねこれ、普通はね、やめろって言われたらみんながやめてる、うん、そう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 、それができないっていうことは、うん、普通に生活できるんだけれども、うん、若干そういうのもあると思うんだよ、うん、うん、でそれをね、多分日野さんとか黙ってるんだと思う、はい、そういう子なんだとかいうことをね、出ないとちょっと異常だよこれは、ね、確かに、うん、どうだ俺みたいなのがいるとしても、うん、どうなのそこは、
いや、あの、耐えないにせえよっていう時は言わないと。おっていうとこでしょ。うん、だと思うんだよ、ね。僕は別に、ヒドさんがこれでなんかひどいことしたとか、うん、そのミュージシャンの恥さらしだとか、言う気は全くないです。ないよね。うん。で、体罰で教育がとか言うけれど、じゃあ逆にね、体罰でどうのこうのっていう人間が必ずね、こういろんなコメント見てる、あの太田のバカもそうなんだけど、じゃあこの時どうすればよかったのっていう案出さないんだよ。そこを出さないのは卑怯ですね。そう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 ね、うん、もうおやめって言ってもやめないんだから、うん、どうすんの。逆に俺そういう人たちの方がこういう状況になったら、うん、もっとひどいことしてると思う。ひどいことになると思うよ、はい、ほんで、うん、ねえ、で、その後のケアはどうなのっていうのもあるじゃない。うん、あんなことしちゃダメでしょって言って終わりって、バカなんだよね、太田って。爆笑問題なの。僕もね、上から下までお友達いるわけですよ。うん、で下は小学6年、1年、2年とかの子までいるんですけど、うん、本気で喧嘩するときはしますからね。うん、だから、うん、あのね、一番不愉快だったのが太田のバカなんだけど、はい、体罰は何があったってダメなんだって。うん。はあ、うん、何があったってダメなんだって。うん、多分ね、太田って人はね、うん、人に愛されてなかったんだと思う。はははは。人生。なるほどね。本当に彼のことを思って、うん、その、心からね、うん、その、なんていうのかな。あの子も多分ちょっと結構な感じじゃん。そうですね。あの子多分そうだと思うよ。はいはい、あの子っていう言い方もせずほどだけど、太田って子は多分、うん、ちょっとしたあれでしょ。まあそうなんじゃないですか、多分。多分。だからまあ本気で怒られたことないかね。いや、怒られたことがじゃなくて、うん、愛されたことがないんだと思う。はいはい。心の底から太田のことを思って、うん、どうのこうのっていう人に会ったことがないんだよ、彼は。なるほどね。うん。うん、だから、暴言吐いたり、うん、なんか、で、彼の毒舌ってすごく下品で、はい、その、なんていうのかな、愛がないんだよ。うん、たけしさんの毒舌っていうのは、うん、なんだかんだ言って必ずその愛っていうかそのバックボーンがあるわけよ、はい、あったかいなんかっていうの、うん、お母さん の育て方かどうか分かんないんだけれども、はい、うん、ババアこの野郎って言ってもね、うん、そのなんていうのかそれは芸であって、うん、にじみ出る憎たらしさじゃないのよ、うん、うん、でその話術とそういうようなネタだから、うん、でもタケちゃんっていい子だよねっていうのはにじみ出てるからあれは許されるんですよ、はい、でも太田のはシャレな結構いい女だったな今の女子高生あんだってものすごい勢いで振り返ったよあれもしかして生身じゃないのかもと思ったあんだってごめんごめん、あ、置いときますね、はい、あびっくりした、あのね、うん、彼のはね、はい、もうトゲしかないのよ、はいはいはい、フォローしようがないの、ね、だから田中っていう人が、うん、あの人がなわけやねえだろうな、うん、何々何々っていうようなフォローで持ってるんだよ、うん、うん、本来ならば田中って人はもううんざりだと思うよ、はいはい、何やったってやるなっていうことだって言っちゃうし、うん、ね、暴走しちゃうしっていうので、だからトンネルズとかなんかにもガーンやられてるわけでしょ。そうですね、ダウンタウンにもガーンってやられてるし、そのたんびに田中って人間はとばっちり食らうわけですよ、はい、それね止まらないんだと思うんだよ、うん、彼は。なるほどね。でもそれをね、その止まらなくてもいいんだけれども、体罰はダメだとかなんとか言うのは構わないんだけれども、それをね、彼を守るために、うん、多分彼は本当に愛されたことがないんですよ、はいはい、うん、愛されたことはないのよ、うん、もしそういうやからじゃ、やからっていうかね、病気とかそんなんじゃなければ、うん、かなりの人格破綻者ですよ、うん、ということは、で、例えばそういうようなちょっとしたあれなんですって言うんだったら俺らも、まあしょうがないかみたいな話なんだけど、はい、そんな、まあそれをテレビに出して撒き散らすのはいかがなもんかっていうのは、まあね、それは別だよ、なんだけれども、もしあれが素だったら、うん、多分愛されたことがないんだよ。はい。うん。なるほどね。だから、体罰がどうのこうのって言うんですよ、うん。愛のある体罰っていうか、ね、本気、スクールウォーズじゃないけど、俺はお前らをこれから殴るじゃないけど、ね。愛の無知ってやつ。そう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 。
ああいうのをね、うん、あの人は本当に泣きながら殴ってたらしいよ。 あ、そうなんですか、うん、おう、いまだにその、なんていうのかな、先生先生ってなってるらしいんだけど、はい、本当に泣きながら殴ってたらしいよ。はあ、例えば池田高校の津田監督ね、はい、あの人なんていうのはもう自分の家に住まわしてたから。あ、そうなの、うん、へー、で、もう鉄拳制裁ですよ。なんでできんじゃーみたいな感じでドガーガーンドーンって未だに水野さんも、はい、水野さんってね、うん、あの水野さんとかあそこら辺池田高校じゃないですか、うん、スタ監督の前だったらピキーってなって、はあ、おじいちゃんになってもね、はい、プロ行っても、はい、だから水野さんって、うん、天狗になったり、はい、あの問題起こさなかったら優等生だったじゃないですか、うん、なんだかんだ言って、ね、あれね、やっぱりスタ監督が睨み聞かしてたんだってなるほどね、お前なんか変なことやってんじゃないの、やってませんってなられてでも、うん、みんな北監督はすごい人だったっていう、はい、ね、っていうのもあるじゃない。あと明大の、はい、ね、星野監督とか、うん、あそこら辺の監督ね、はい、有名な、うん、ボッコボコに殴られたって言ってでも未だにあの監督、はい、監督、あの星野監督がね、ピキーってなるっていう、それは相当ですね、恩師とか言ってね、はあ、うん、でもね、そんなのはね、軍隊だなんだかんだって言うかもしんないけれど、はい、彼らその子らが社会に出た時にここ一番っていう時にすごい力発揮するんですよ、はい、何クソでもそうだし、うん、あれに比べたらっていうのもあるし、はい、ね、やっぱりね、俺は体罰やらないに越したことはないですよ、うんうん、でもある程度の期間はね、やっぱり必要な時がある、うん、うちの田川パパは俺がね、小学校1年まではボッコボコに殴ってたっていうのね、はい、俺のこと、おは、あんまり記憶にはあんま記憶ないボッコボコに殴ってた、はい、バカーン。でも俺が普通に喋れるようになったら、うん、1回も手出したことない、は、うん、なるほどね、うちのおふくろが言ってたもん、あのお父さんは本当にそこのとこがすごかったって言って、このままずっとカンタは殴られるんかなと思ってたけれども、うん、もう俺が普通に喋れるようになったらもう絶対手を挙げなかった、うんうん、あとは睨みだけもうそれだけで十分だそう、俺タバコ二十歳からなんです、はい、一回14歳の時にね、うん、吸ったんですよ、はい、それがバレたんですよ、うん、でお袋に、まあ、お父さんと話しましょうって言われて、うん、3時頃ですよ、はい、バレて親父帰ってくる8時頃までの、はい、あの地獄殺されるって言って絶対殺されるこれはって言って、はい、うん、5時間以上の、うん、あんなあれなんだろうな、未だに夢に出てくるもん、はいはい、あの5時間で来た時にあのいや聞いたと思うんですがって言われて、お父様、うん、ああ聞いとるって言って、うん、なんかまだ衰退かって言って、いやもうゴリゴリです。あ、わかった。それでいい。終わり。ありがとうございます。ありがとうございます。要はその5時間で十分だっていう話なんですよ。はい、もう十分。そうそうそう、もう報いを受けた。報いを受けたって言って。罪は償った。うん、で後で聞いたらね、そんなもうお父さん小学校の時から吸うてるもん。言えるかいって言われて。うん、でも理不尽なんだよ、はい、てめえは小学校の時に吸ってんのになんで俺怒られなきゃいけないんだよっていうのがあるじゃない、はい、関係なかったもん田川パパ、はい、理不尽関係なし、うん、知るかボケって言ってうん、いやでもね、あれですよ、だってその大人が子供を叱るときによく言う文句じゃないですけど、うん、昔はよく言われたもんですけど、ダメなものはダメっていうのはあると思う、あとはね、大人がね怒らなくなったのっていうのは、うん、いや俺はそんな偉そうな人間じゃないしなだったり、はい、その俺もやってたからさ言えないよねとか言うんですよ、はい、いいんですよ言っちゃって、うん、理不尽だ、お前やってたじゃないかよ、だからなんだよバカ野郎で、俺でも今はダメなんだよ、ガスーンってやったっていいんですよ、その理不尽さっていうのも教えてあげなきゃいけないんですよ、ね、うん、特にね暴走族のね、はい、例えば暴走族やってましたとか、はい、パラリラパラリラとかもね、シンナーやってましたとかね、
そういう人間がね、子供にそういうのやり始めたらね、うん、俺も昔やってたからよって言ってね、でもな言えねえよな、じゃダメなんだよ、うん、なんでやっちゃいけないかっていうのを一番知ってるわけじゃないですか。だからぶん殴っていいんですよ、うん、同じ道に行かせたいな。そう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 、うん、ね、それを体罰って言うんだったら、うん、俺はちょっと違う、うん、泣きながら止めるっていうね、うん、いうようなあれね、体罰とか言うから言葉変えればいいんですよ、うん、うん、ね、愛の鉄拳、愛の鉄拳、うん、まあそんな感じだよね、そうね、うん、ね、そういうなんか名前を変えればいけると思うんですよ、うん、はい、うん、覚醒剤とか名前が悪いんですよ、ね、覚醒しそうだよ、ね、なんか元気になりそうだ、元気になりそうじゃん、そうそうそう、吸うかこの野郎みたいな ね吸ってみっかこの野郎って、覚醒するんだったらよ、ね、って言って、うおーってなるわけでしょ、そりゃやるよ、ね、悪魔の毒薬とかですよ、ね、とかね、狂いなんとかとかさ、なんかそういうのに名前変えればいいんですよね。うん、他に何だろう、名前変えた方がいいとかいうのは、うん、売春とかなんか全然別に春を売るんでしょって、はい、なんかほんわかしてんじゃん、はいはい、違う違う、そんなんじゃなくてもっともっとえぐいのにすればいいんですよ、うん、ねえ、あの変態とか下道、まあそうだな、そういうような名前にどんどん変えるべきだと思うんですよ、はい、あ、名前が悪いんですよ、なるほどね、うん、本当に確かにね、そういうのありますね、うん、だからね、今回のあれはね、うん、悪いんだけれど日野さんは俺は悪くないと思うよ、うん、多分あの後も普通にケロッと仲良くやってんじゃないですか。やってると思うよ、ね、逆にね、騒げば騒ぐほどあの子供の子がかわいそうになるんですよ、ね、当然もうこれでこっちで決着ついてんだから、はい、騒ぐなよって言って、ね、ほんで日野さんがうわー叩かれるわけでしょ、うん、ほんなら彼がどん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 逆に追い詰められるんですよ、ね、じゃあマスコミなりそういう太田のバカとかのねコメントでいくと、その彼のなんかね将来っていうかそういったものだってね、はい、正直な話潰れるんですよ、ね、自分の意見を押し付けることによって、うん、太田なんかそんなこと考えずにデメが正しいとか言うんですよ、はい、うん、自分だってお前若手のやつだってやってったろよって、本当にあのバカ、ね、いや、その子も多分あそこで怒られたことによって、うん、あ、こういうこれはダメなんだって覚えたかもしれないそれもいかがなもんかと思うけれど、ね、ただ俺からすると、うん、いや昔さヒロさんにすっげえビンカ食らっちゃってって言って演奏やめなくて取られてもまだ俺叩きたくてさ手で叩いてたらもうヒロさん怒ったってこれ笑い話じゃんね、いいネタですよバッコンバッコン殴られちゃったよって言ったらお前ヒロテルマさん怒らせたんだってバカだよお前ってで今でもヒロさん可愛がってもらってるよって言うんだったら ね、こんなハッピーなことないじゃないですか、ね、大きなお世話だよ太田、たかだか芸人なんだからさ、うん、たかだか三流芸人なんだから、うん、ねね、もう漫才だってもうおめえできねえだろって、大体お前漫才でなんか残したのかよ結果を、うん、何も残してねえじゃん、うん、まずなんか残してから偉そうなこと言ってくれよ、うん、ねえ、ああいうようなことを言っていいのはビートたけしとか松本人志とか金ちゃんぐらいなもんですよ、はい、それ以外の人間は黙ってろって話なんだよ、明石家さんまとかね、はい、うん、そこら辺の人間だったら政治なことを言おうが何しようが構わないよ、うん、でもお前らごときが政治とかそういう社会のどうのこうのっていうのは偉い人が話してるあのことを聞いてはそうっすねって言って笑いで返せ、うん、お前らの意見なんかどうだっていいよ本当に、うん、ね、笑いの教科書なり歴史作った時に金字塔のごとく名前が残ってから言えよって、うん、ね、本当にそれがもしああいうような形なのがちょっとした病気なりねそういうんだったらもう出るなよテレビに、何も言えねえから、うん、本当に出るなよ、診断受けてねこういうようなところがありますって言うんだったらもう出るなって、卑怯だよそんなの、うん、そういういざとなったらお前それで逃げたろって多分、
僕こうなんでって言って、例えばやらかしたとするじゃん、はい、ほんでネットが大炎上になって、僕はまあこの前のゲスの極みとか宮迫みたいなことになった時に、はい、お前絶対それ言うだろって、実は僕軽いあれなんですとかいうような形で、うん、だからずるいからもうテレビで発言するな、やめろ、うん、漫才だけやってろ、それだったら認めるよ、うん、でまともな人間っていうかね、うん、そういうようなのがないと、うん、普通だって言うんだったらもう絶対に黙ってろ、うん、いや普通にダウンタウンにちょっと言ってダウンタウンににらまれただけでヒャンってなるんだったら言わない方がいいですよね。だからなんで怒られてるのか分かんなかったんだと思うよ。なるほど、うん、だからその後先のことが分かんないんでしょ、はい、これを言うとどうなるかっていうことがあの判断できないんですよ、うん、うん、ねえ、だから田中がかわいそうだよね。まあ全部尻拭いですからね。でも太田っていう才能がないとあそこまでいけない、いかないんだから、俺のあの糖尿の薬と一緒ですよ。うまいですね。痩せるんだけど、いやいや、痩せるんだけどチンコは破壊されるみたいなね。どっちを選択しようかなみたいな。ね。だと思うんです。うん、いや、俺太田って人のね、はい、あの爆笑問題の漫才なり、あれは俺一時すごい評価してたんですよ。はい、うん、やっぱこの子らは。だから逆にダウンタウンがその干したとかいう噂があった時に俺はアンチダウンタウンだったからね。ほうほうほう、うん、アンチダウンタウンですよ、うん、何たかだかね、うん、あの1ミリが何言ってんだこの野郎って言ってそういうような形なんだけど、はい、でも今はひどいよあいつ、ちょっとね、うん、やり方がね、まあとにかく日野さん頑張ってください。僕らミュージシャンの仲間はみんな日野さんの仲間、いや、あの味方です。肯定します。うん。あんなの絶対おかしいって、絶対10年後20年後それ笑い話になってるって、ね、いや普通にそのまま音楽続けてたらね、うん、え、あれお前だったのみたいな、そう思うのもあるし、もっと言ったら日野さんだって笑い話にするよ、ね、こいつ止まんないんだもん、ぶん殴ったぶん殴った、その後大変とか言いながら、もう動画投げる人がいちゃってさって言って、本当に、ね、それぐらいのもんだと思いますよ、目くじら立てて向きってね、外野がやかましいって話です。ただね、日野さんも、うん、なんだろうな、なんだこれ、なんだこれ、ピンクのゴジラ、ピンクのゴジラ、こんなところ、危ない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 、なんか栃木面白いな、下道通ると、ね、すっげえ綺麗な可愛い女子高生も通るしな、ね、あ、びっくりしたなさっきのちゃんと見とけばよ、あれ AKB 入れると思うよあの子、あ、そうなんですね、そこで AKB っていうのもちょっとあれ、いやだから AKB レベルかな、なるほどね、あのなんていうのかな、あの単体のね、はい、単体で勝負するっていうのにはちょっと無理があるんだけ ど、 なるほど、AKB だったら十分やっていけるっていうぐらいの子が通ったんですよさっき、そうなんですね、うん、トーク中だよそれも、それも結構真面目な話してる時だよ、そうですね、ものすごい会話ぶった切りましたねびっくりしちゃった、何がですか、びっくりしちゃった、いや俺女子高生でも言ったなあれ、知らんかい、もしこれ回ってなかったらちょっとよし止めるわって言ってちょっとお姉さんお姉さんお姉さんって言って、知らんかい、俺今チンチン破壊されてるけどちょっと おじさんのあ食ってかないみたいなドリンクバー飲んでかない、ドリンクバー飲んでかない、甘いよって、甘い甘いミルクハニーだよって、あんなってっていうぐらいのが通ったんですよ、なるほどね、うん、あーびっくりした、ちょっと良きところで、U ターンしていただいていいですか、どういうこと、いや、あのだいぶあの白熱してたんでぐるぐる回ろうかなと思ってたんですけど、そうなんですか、一回現場前取り過ぎました、あ、そうなんですか、あ、そうですか、でも思った以上に明るいですね、ね、だまだまだね、これまだ全然ダメですよ、ダメです、まあ、どっかで時間潰さないとあれです、潰さないといけないんですけれど、まあ計算間違いですねこれは、うん、まだ夏は過ぎ去ってないですね、過ぎ去ってなかったね、あ、びっくりしたな、あの女子高生栃木にあんな逸材がいるとは、ね、
名取がたしと。あ、名取がたし。あのね、例えて言うならね、はい、あのベイビーメタルのね、はい、あの真ん中の子。スーメタル。うん。え、スーメタルっていうの？あの真ん中の子は。あの子みたいな感じ。ほう。あの子もうちょっと柔らかい感じ。ああ、なるほどなるほど。なんとなく想像ついた。が通ったんですよ。ほう。自転車で。自転車で。うん。部活帰り。あれまで群馬か。いや、もう、あれです。栃木だったの？栃木ですよ。ああ、そう、うん。ギリギリ栃木。なかなかないで。ほんま。まあね、確かにね。そんな出会いはね、めったにないとは思う。こういう時に限ってチンチンが破壊されてるね。しなかった。てか、チンチン破壊されてなくても高校生ダメだよね。まあね、普通にね。普通にアウトですよ。あんまり高校生とか若いのはあんまり、よっしゃーと思わないけどね。この年になると。なるほどね。うん、まあ、そりゃそうでしょう。この年になるとね、やっぱりね、20代しんどいね。あ、そうですか。あ、しんどいですね。35ぐらいからかな。はい。うん、なるほどね。いや、でも僕ももう20代結構しんどいですよ。まだ大丈夫でしょう。ちょっとね、なんですか、会話のギャップじゃないですけど。会話は全然俺でもギャップ感じたことないんですよ。絶対笑わしますから。なるほどね。うん、全然大丈夫なんですけど、なんだろうな、一緒に歩いてると辛いよね。ああ、なるほどね。うん。まあ、パッと見、お父さんと娘。そう、親子か犯罪者からね。もう二択しかないわけね。どっちかしかない、ね。うん。なるほどね。それは確かに辛いかもしれない。辛いですよ、それは。うん。あとはあれなんでしょうね、その娘と二人で歩くっていうのはそんなに珍しいことなんですかね。いや、やっぱ世間一般からしたら、うん、特にあの監督東條さんとかみたいな中っていうのは結構珍しい部類。あ、そうなの。うん、やっぱり。あ、そう。だと思います。この前はその、はい、スパイダーマン見に行ったんですよ、二人で。おうん、今度のスパイダーマンね、うん、面白いですよ。あ、そうなんですか。面白いっていうかね、爽やかな青春映画。ほう。スパイダーマンにそれを持ってきました。うん、爽やかな青春映画。なるほど。キスシーンもないし、はい、エロティックなその絡みと感情もないし、うん、ただ単純に純粋な恋愛模様なんですよ。なるほどね。うん。ほんで、その、なんていうの、もうほんとすがすがしい、人畜無害の青春映画。へー、そうなんですね。うん。あ、で、ライトコメディなんですよ、はいはい、基本的には、うん。うん。だから、もう普通に、マーベル、ピンクのゴジラだよ。これね。これよくできてんだよ、これ。ちょっと、これ。ちょっと皆さんね。これちょっとだけ撮ってきなさいよ、ピンクのゴジラ。ちょっとだけ撮ってきましょうか。ピンクのゴジラ。いい出来なんだよ、これ。なんか福島思い出しますね。タララッタララッタララッタッタララッタララッタララッタッタララッタララッタララッタッタララッタララッタッタタッタッタタッタッタタラタッタッタッタラタタッタッタタッタッタタラタッタッタあんやーっつって、おすげえな。すごいなこれ。呼びましょうかこれ。この凛しいお顔ね、大将抱かれてますよ。すごいな。この工場の方が作られたんだろうか。撮ってきましたよ。ピンクでしょ。ピンクですね。
あの、大将抱かれてました。何ですか大将。日本を憂えていらっしゃいましたね。憂えてましたか。うん、まああのだったらあの女子高生も取りに行くか。でももういないでしょ。どこ行ったか分かんないでしょ。いやいや探しに行きますよ。俺のあのやめとこう。女子高生はまずいな。なんかあれ思い出しました俺。あの福島のヘタレガンダム。福島のヘタレガンダムに対抗して栃木のピンクゴジラ。なんでピンクなんだろう。なんで分かんないですよ。まあゴジラは赤くの例ですから。ああね、その意思を継がれたのかもしれません。継がれたのかもしれません。ああそうかそうか。何の話してたんだっけ。何の話してた。もう思い出せない。チンコの話してたんだっけ。チンコの話は分かりました。分かりました。あれ何の話してたんだろうな。いい話してたと思うんだけどな。結構ねいい話。そうね。さんも頑張ってくださいと。頑張ってくださいじゃないですね。別にね。え、何が？皆さんも頑張ってくださいって話じゃないですよ。あ、思い出しました。スパイダーマンの話です。スパイディ、スパイディ。そうそう。だからスパイダーマンは結構ね、あれですよ。普通にポップコーン食べながら。なるほどね。うん。ジュース飲みながらみたいな。はい、原作が大体そうじゃないですか。カラッとしてる。あ、そうなの。カラッとしてるって感じです。かなり原作通りだったんですよ。多分それを考えたら。ね、結構あのスパイディってお茶目なヒーロー。うん。デッドプールとやらしたいんでしょ、本当は。ああ、なるほどね。でもね、デッドプールとやるんだろうって言ったら、娘はもうマーベル大好きだから、はい、権利関係でできないんだってね。あ、そうなの。デッドプールとスパイダーマンは絡むことはできないんだって。あ、そうなの。で、デッドプールってどっちかちょっとあっちの X メンうん、の方の権利元だから、そうそう、うん、あのできないんだって。あ、そうなんですね。うん、へえ、なるほどね。あのデッドプールはウルヴァリンと最初絡んでたんですよ。うん。一番最初出たの。だから今 CM もそうじゃない。うん、この前ウルヴァリン死んだんでしょ。そうそうそう。うん。だからあのウルヴァリンのなんかお墓みたいなとこから予告始まってるじゃないですか。うん、デッドプール、はい。そうですね。うん。ね、なんかそう、でも本当はスパイダーマンとの絡みでやりたいらしいですよ。なるほどね。うん、スパイディはもともとファンタスティック4と絡んでましたからね。そう、原作から。だからあの別にあのあっちアベンジャーズもそんなに絡んでないんですけどね。ほとんどオリジナルなんでしょ。ほとんどオリジナルの話になってきてる。うん、まあまあでも妥当なとこかなと思いますけどね。テコ、あのアベンジャーズのテコ入れとしては。ああそうなの。まああんまりどうでもいいんですけどね。この前ね、あの TSUTAYA がなんか3本一気に韓国映画を出したんですよ。で僕韓国映画好きじゃないですか。はい、で1個ね、うん、あの広告とかいうタイトル、はい、国村純さんが韓国映画出て、はい、なんか韓国の賞をもらったらしいんですよ。韓国の映画で、はい、映画祭で、うん、まあそれ大したもんだなと、うん、その日本人のね俳優ね、あのあげたんだけど、はい、この映画がね、まあひどいんですよ。そうなんですか。というよりも国村さん韓国の田舎まで行って何やってんのって。一応まっすぐでいいね。まっすぐ。一応さ日本の名優ですよ。はい、ね、国村純って言ったら、ね、日本のお父さんね、ちょっと頑固そうなんだけど優しいお父さんやらしたら国村さんだし、はい、ね、あの悪い上司やらしたらそうだし、うん、もうとにかく日本の宝ですよ。はい、俳優的にはね、パンツ一丁でなんで鹿の肉食ってんだろうねみたいな。そんな作品なんですか。いやいや、だからそのあのね、ひどい映画だからもうネタバレしてもいいと思ってるんだけど、あの猟奇殺人が村で起きたっていうような感じだったから、うん、韓国、ほんで国村純さんが日本人のなんか謎の男、はい、なるほど、この男が来てからね、殺人がいっぱい起きたって言ったらスリラーだったじゃないですか。はいはい、そうですね、ね、うん、ほんでなんか病気がどうのこうのっていうのもあったからって、うん、どんどん狂っていくんですよ。はい、だから俺はあの日暮らしの泣く頃にの平見沢症候群、うん、はいはい、L5発症、そう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 、のようなストーリーに展開していくんだろうなと、うん、はい、ね、いうふうになって思ってたんですよ。うん、はい、ほらね、だん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 ね、なんかあれ、これどうやって収集するんだろう、収集つけるんだろう。まず祈祷師が出てくるんですよ。ほう。で、祈祷師。タッ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 タ
ほう、教師がこれはって悪霊だとか言って、ああなるほど、こいつはそういうオカルトなんだけど、実は国村さんあたりが日本から来たその調査隊で、はい、病原菌がみたいなあれで行くのかな、はい、と思ってたわけですよ。それはそれで面白いと思ってたの、それはね、俺、ま、それはね、うん、ほらね、国村さんもね、なんかはぁーすごいです、はぁーって要は乗ってきた、呪術合戦にな始まったのよ。ほう、あれって乗ってきたよ国村さん、国村さん乗ってきてるよって言って、なんか鶏吊るしてピャーチー出して、うわっガッカほう、ほら韓国の方のね、黒の毛うわーが勝つんだよ、国村さんがうわーガッカあーやっぱり日本人は勝たせないんだって、まだその時はまだ俺笑いっていうか、はい、まだ許してたんだよまあこれはこれでっつって、俺は主人公が娘がグワーってね、あの悪霊に取りつかれて やめてって言うから、もうやめろって言うから栗村さん助かったんですよ、ほうほう、呪いが止まって、なるほどなるほど、あれおかしいよこれなんだこれって言って嫌な予感がする、ね、スリラーっぽく、そのずっとねサイコサスペンスなのか、はい、スリラーどんなサスペンスか分かんないんだけど、うん、韓国独特のサスペンスだと思って期待してたら、なんかあれこれオカルトって言ってあれって言って、おかしいよ、路線が変わってきたよ、もうゾンビみたいなのも出てくるし、何これって言ってほら最後その国村さんがこいつは犯人だみたいな話になって、うわーって行くんだよ、はい、最後死ぬんだけど、なんかようわからんけど生きてたんだよ、国村さん生きてた、よかったよ、ほんでね日本語喋れる韓国人がいて、はい、あなた誰みたいな話になって、はい、私は誰だと思ってるんだよ、お前はどう思うんだ、ちょっと似てるでしょ、はい、国村純さんのちょっと似てるでしょ、はい、お前はどう思ってるんだ喋り方、はい、見たら本当に似てるから、はい、今の悪魔だって言ったら、お前が答えを出したじゃないかほんで主人公の方もうわーって、また家族がうわー殺してるわけ、はい、主人公もちょっと女の絡みがあって、うん、最初に出てた女、はい、でその最初の女がその家に帰っちゃダメよって、ほうほう、鶏が3回鳴くまで帰っちゃダメよって、2回泣いて帰っちゃったらその女の子が家族殺してたんだよ、はい、わーって、なら最後またカットバックで国村さんとこ行ったら、へえ写真撮ってやるって言って写真撮ってんだけど、国村さん悪魔になってましたメイクでへへへへって言ってはぁって言ってなんだこれって言ってなんだこれって言ってそれ国村さんよく OK 出しましたね。だよな、ね、俺ら絶対断るけどな、大概にしやんだよ、お前はどう思ってるんだ、似てるわ俺国村純めっちゃ似てる、ま、うん、またこのまでは分からない、お前はどう思ってるんだぜひ皆さん伝えやでね、いや本当めっちゃ似てるよ今の俺お前はどう思ってるんだ、いやすごいネタってできちゃった、俺国村純やります、なるほど、いいじゃないですか、お前はどう思ってるんだいいんだよあのね、うん、ほんで結局主人公とこの対峙してた鶏をって言ってた女は神側だったんですよ、ほうほう、神側だったのに殺したんですか、いや神側の言うことを聞かずに言っちゃったのよ、ああなるほどね、うん、どうでもいいんだけどさ本当にあのさあのねシナリオ的に実はオカルトだと思わしといて実はサスペンスだったっていうのはすごく優秀なんですよ、うん、はい、うん、すごく優秀なのね、うん、一番やっちゃいけないのは、うん、サスペンスだと思ってて実は神様でとかオカルトでしたっていうのが最悪なんですよそんな絶対やっちゃいけないんですよオカルトって何言ったっていいわけで、何やったっていいわけじゃない、何やっても許されるそうそう、それまずいだろうって言って、栗村さんあんた何やってんだよって、韓国の田舎まで行って、ね、お前はどう思ってるんだあ、悪魔だ本当に悪魔なんだ本来ネタバレしちゃダメだよ、うん、サスペンス風に作ってるわけだから、ね、あのねもうひどすぎるからもう ね逆にネタバレした方が面白いと思ってんだよ俺、多分ねその方が精神衛生上もいいかもしれない、うん、俺だってずーっと心配してたんだもん、これどうやってどこに着地点持っていくわけって言って、
どう繋がっていくんだろう、わかんねえなーって言ってずーっと思ってて、それだったからもう逆にね、呆れるより疲れたんだよもう心配で、もういいよっつって、うん、すごいよ広告ってやつ、映画広告、あーびっくりだよ、久々にびっくりした俺。なるほどね。それまでね結構いいシーンもあったのよ、はい、あーやっぱり韓国うめえなーみたいなノリのあるんだよ、はい、いやあんな日、あれは反則だよあれはやっちゃいけねえよ俺はほんと国村さんに言いたい、何しに行ったんだよってだってさ、向こうのこっちで言う群馬に、群馬で撮影してるようなもんじゃよ、ね、ソウルとかで撮影してんじゃない、群馬で組んだりまで行ってパンツ一丁でね、血だらけになりながらなんか目真っ赤にしてさ、鹿の肉食ってるって何しに行ってんすかってちなみにここです、まあそうですね、何しに行ってんのさ国ちゃん本当にっていうぐらい、ね、あの でも今行ったら絶対新作コーナーに置いてあるんで、ね、はい、ぜひね監督のモノマネが似てるのかをね、お前はどう思ってるんだ、確かめるの、ね、国村さんのリズムだよねこの喋り方、お前はどう思っているんだ安子、お父さんを許さないよお父さんは許さない、お父さんの気持ちも分からないか君は、お前はお父さんの気持ちも分からないよ、アウトレイジも出てましたね、はい、出てましたね、うん、おいもっとチップ持ってこいよ、うんって言ってお前親の言うこと聞けねえのかよ国村ちゃんです自分で言っちゃダメですねちょっと自信がなくなってきた、ね、それはねダメ、それ一番ねモノマネでやっちゃダメ、そうかそうか、やっちゃいけないことをね、うん、やっちゃいけないことを言っちゃ、やっちゃったね俺は今、知るかよ本当にさ、あとあのアシュラっていうのもね、はい、3本同時だからさ、アシュラ、アシュラ、これがまたね至って普通の映画だしね、あ、そうなんですね至って至って普通なんだよ、韓国、あ、これ韓国映画だなみたいな、いや違うの、はい、韓国映画なのに、うん、日本の V シネマ見てるような、はははうん、なるほどね、うんうんって感じ、そうかそうか、まあなあっていう感じ、うん、面白いか面白くないかっていうとどっちでもいい、なるほど、うん、別にどうしても見なきゃいけないってわけでもない、はい、うん、なるほどね、ああそう、あと1本だけ残ってるんですよ、はい、お嬢さんというタイトル、お嬢さん超変態映画らしいんだよR指定のね、うん、これがあと1本残ってるんですよ家に、なるほど、うん、これこけたら韓国映画ピンチだよなるほどね、うん、最後オールドボーイの監督だから、おお、なるほどなるほどそれはねちょっとね変態監督だから、うん、その監督の作品が残ってるんですよ、はい、ドボーリー大したことないからな、ただ気持ち悪いだけでなるほど、まあ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 、でもねそれをね楽しみにね撮影して帰りましょうよ、どうなんですか、どうなんですか、どうなんですか、まあぜひ、広告はね皆さん気になっていると思いますので、これ見た後ね、うん、スタイルに走ってみていただいて、いや文句言った方がいいですよ、なるほど、もう大概にしいやみたいな、お前はどう思ってるんだだからこのモノマネが、うん、あ似てるかどうかだけ確認する価値はあるよ、なるほど、うん、それだけでも借りる価値はある、あのほんでね、うん、そのクライマックスの30分以外はね、うん、悪くないんですよ、敵が、敵は悪くないんですよ、うん、これをちゃんとその例えば雛見沢症候群に持っていくのも問題だよ、はい、うん、うん、それはお前日暮らしじゃねえかよって言われるんだけど、うん、それはそれで構わないですよ、はい、あれはないよ、あれやっちゃいけねえよなんだろう、なんか今の監督の話を聞いてると、うん、フロムダスクティルドーンを僕は思い出すんです、そうなんですよ、フロムダスクティルドーンっていうのもそうだし、うん、そのなんでなんだよね、うん、そこまではっちゃけてないのよ、はあ、あそこまではっちゃけてれば突き抜けてればまあ見事なことはありますよね、うん、あのね見てて不愉快なのが収集つかなくなっちゃって、でなんか投げちゃったなみたいな三池崇史のねデッドアライブに近いですよ、あーなるほどね、うん、はいはいはい、あれに近いな俺の感覚は、はいはいはい、うん、なんだ逃げたんじゃんみたいな、なるほどね、別に逃げたわけじゃないんだよ、うん、
あのそんなにね、あの無能な監督ではないんですよ、はい、チェイサーっていうね、はい、映画も撮ってまして、うん、チェイサー聞いたことありますか。うん、あの非常に面白かったんですよ、うん、ただやっぱり後半最後本質とは違う展開になるっていう、まあ癖なんだろうね。なるほどね、うん、その辺もね、皆さんどうお考えになるかと、ね、いや見てみていただければ分かると思います。ちょうどいい具合に暗くなってきましたからね。暗くなってきましたね。ああ、うん、俺この頃ね、だからね、はい、ちょっとね韓国映画っぽくね、はい、猟奇殺人映画でも撮ってみたいよな最近思いまして。なるほど。うん、あのその広告っていうのを見てて、うん、1個思ったのが、うん、あの俳優の有名無名関係ねえなって言って。なるほど。うん、あの面白かったら別に無名でも、うん、そのみんな楽しくっていうか普通に見てくれるジャンルだなと思ったんですよ。ああいうサイコサスペンスっていうか、なるほど、あの猟奇物とかああいう、うん、ね、うん、感じなの、うん、なんだったらうちの身内でね、うん、芸達者のやつはいっぱいいるわけで、ね、うん、テングマンさんなんか紀藤氏やらっしゃればピカイチだった。でもテングマンさんあれ取れないよな。そのまま出てた9万をもうその時点でコントだよな。そのまま、その部分からあれなんかおかしいよこれって。いやほんましてくれ。いやいや、てんちゃんはもう、もう本当、うん、ヒューマンホームで地味に出てもらうしかないよね、うん、大々的なのは無理だよね。あんだけでもなんかどことなしにテングマンさん出てきたらみんなホッとするところなんじゃない。いや出るけどそういう映画じゃないよね。あ、そうです、ね、ずっと不安に思わさないとなるよね。なるほど、なるほど、うん、だからちょっとねやろうかななんて思うよね。いいんじゃないですかでも、うん、まあ、いざとなったら俺が国村純のモノマネして芝居すればさ、あ、この人うまいなって思えるわけでしょ。お前はどう思ってるんだよ。それもどうかと思います。何が国村純のモノマネすればいいんですか。お父さんは反対だからな。お父さんは反対だからなって言って。何お父さんお父さんは反対だ。そんなどこの馬の骨がわからないのと一緒にさせるわけにはいかないだろう。何お父さん。ありそう、ありそう。やってそう。国村純です。そこで名前言っちゃダメ。いやいや、だからちょっとあんまり自信がないんだ。一番やっちゃダメ。特徴がねえんだもん。その特徴無理だろう。ちゃんとツボは心得てますよ。あ、本当かな。今ので国村純だと思どんだけ思ってくれてるんだろう。ね、ね、ちゃんと伝えに借りに行ったら皆さん分かることですよ。お父さんは反対だからな。一人暮らしなんてお前にできるわけがないだろう。私だってもう大人よ。そう言ってるのはお前だけだよ。お父さんは反対だ。お父さん。もしやどこまでするんだ。いやお父さん。なんかそんな感じするよな。そんな感じ。あったな、なんかそういうの国村純さんで。いや、ゴロゴロありそうな感じ。いや確かあったよそのシチュエーション。ほんで結局一人暮らしして国村純さんがアパートに行くんだよ。ほんでお酒持ってきてどうのこうのっていうシーンがあったような気がするな。うん、ほんで結局帰るんだよ。はい、じゃあもう帰るからな。お父さん、なんだ、ありがとう。いかましい。なんかそういうシーンがあったぞ。なんかあった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 。どっかしらにあるし。あるあるある。さすが国村純さん。俺ね、本当好きなんだよ。あの人。はい、ただね、うん、シンゴジラの時にちょっと手抜いた芝居したんだよね。そんですごい怒ったんですよ俺。あんたこんなレベルのっていうか。うん、ちょっとあんのと相性悪いんだろうなと思った。ああ、なるほどね。うん、いつもの国村さんの芝居じゃないよって。はい、あの覚えてる？自衛隊のなんか、うん、途中から入ってきた人で、はいはい、ほんで、まあ、また整備する人なんだけど、うん、はい、あんな表情とか芝居する人じゃないもん。あ、だから多分あんのと相性が合わないんだよ。でなんかちょっと戸惑いながらじゃないの？そう、言ってることが分かんなかったんだと思う。噛み合わないなみたいな感じですね。
ねえ、うん、でも今回のは噛み合ってたよ。やっぱうめえなって。いや、ほん、あなた悪魔の格好して出てきちゃった。出てきたあれだけど、あのね、いやでもやっぱりうまいなと思うんですよ、うん、あのその黙ってるだけでやっぱり、はい、そのなんていうのかな、不気味さっていうか、はい、あの神秘さっていうのを出すし、はい、ポロッと日本語がやっぱり出るわけで、うん、日本人の設定で、うん、やっぱりいいトーンなんだよね、うん、あのトーン聞くだけでこの日本人はなんか怪しいっていうか、はい、っていうような感じ、もう何言ってるか分かんなくてもトーンで分かるっていう、うん、それはやっぱりいい役者なんですよ、うん、ね、元気でやってるよ。お父さん、ありがとう。正月帰ってこいよ。ダンダンダダンダンダダンダダン。何のテーマ？よくぞ、何のテーマ？俺なんか見たと思うんだよな。まあ、なんかあったんでしょう、うん、そういうシチュエーションがね、こっから先は有料でございます。後半もます。